ちゃんって言うんだよ。かわいい。こんにちは。今日は毎週末行われてるマーケットに友達と行ってきました。季節の中で一番秋が好きなんですけど、食べ物とかお洋服とかで、今日行ったら秋の食べ物がいっぱい売ってあって、すごく美味しそうだったのでね、これをちょっと紹介しようと思います。パンプキン、これで栗の炊き込みご飯を作ろうと思います。今日の朝ごはんは昨日買ったかぼちゃのマフィンを食べてみようと思います。美味しそう。さっきウォルマートでメイクのスポンジとかブラシを洗う洗剤みたいなやつを買いました。今からこれで洗おうと思います。今は夜の9時半ぐらいです。今日はね、今からもうすぐ寝るんですけど、エッセイの書き出しをちょっとだけやってから寝ようと思います。
これはばあちゃんに教えてもらったレシピなので絶対美味しい。今回はキノコをいっぱい入れました。今は8時17分です。友達にもらったティーバッグがあるので今日はこれを飲んでみようと思います。カフェイン入ってないやつなので夜でも大丈夫。今日はね、朝寝坊しちゃって朝勉強できなかったので今日は午後から挽回しようと思います。で、今日授業が1個キャンセルになって1つしかないので、で、その分勉強に当てようと思います。顎相当強いよね。左から来たの？うん。あ、そうなの。ギリギリよいしょ。いいね、かわいい。私も色違い。なんかコーヒーは、うん、
I'm cooking. Stop dreaming about you. So I've been getting bags under my eyes, 'cause I've been staying up too late at night, just writing all my feelings out on this page, deciding whether I should just confess or hide it. Tell myself it's for the best, but either way I go, I know you're never gonna feel the same.